ラジオは燃える闘魂である。副題は経営には汚る格闘技にも勝る激しい闘争心が必要です。経営にも格闘技などの世界で必要とされる闘魂が不可欠だと私は考えております。人が良すぎて喧嘩もしたことがないなどという人は早い時期に社長の座を引き、もっと闘争心のある人にその職を譲るべきであります。いくらきれい事を言っても、やはり経営には厳しい企業間競争が伴いますから、たとえ従業員が2人3人しかいないというような小さな企業であっても、経営者はその従業員を守るため凄まじいばかりの闘魂闘志を持って企業間競争に臨まなければ勝負にもならないと思っております。また往々にして企業が成長発展を遂げてまいりますと、闇の勢力がそれに目をつけ職種を伸ばしてまいります。そのような時に企業を守るためにも、格闘技の選手が持っているような闘魂にも勝るとも劣らないほどの激しい気迫がどうしても必要になってくるのであります。しかしこの闘魂は単なる粗暴ですぐに暴力を振るうというような意味での闘魂ではなく、母親が抱くような闘魂であります。たとえ小動物であっても、母鳥がヒナを襲ってくる鷹に対して自分から挑んでいくように、幼い自分の子供が外敵に襲われようとしたときに強大な敵に立ち向かっていくことがあります。また自分の身の危険を顧みず、敵を自分の方におびき寄せ子供を救おうとするように、母親は凄まじい勇気と闘魂を示し我が子を守ろうといたします。経営者としての責任を果たそうとするならば、そのような闘魂が必要になると私は思うのであります。もともとは柔弱で喧嘩もしたことがない、闘魂のかけらも見受けられないけれども、ひとたび経営者となった瞬間に多くの従業員を守るために完全と奮い立つ、そのような経営者でなければ従業員の信頼を得ることはできないと思います。なぜそのようなことができるのか。やはりそれは自分の会社、従業員を何としても守るという強い責任感であろうと思います。そこにその責任感を経営者が持てば腹は据わってまいります。日本では現在そのように外敵から従業員や企業を守るどころか、自らの保身に汲々とする経営者が非常に多くなっております。企業不祥事を引き起こしても責任を取らず、むしろ部下が責任を取って辞めていくというようなケースが大企業などでもまま見受けられるのであります。これもリーダーの選択を誤ったということではないかと思います。単に能力を持った人がトップになるのではなく、真の闘魂、つまり命を懸けてでも従業員と企業を守るという気概と責任感を持った人が経営者になるべきなのであります。稻盛和夫，白手起家，27岁创办京瓷，52岁创办 KDDI， 两大企业皆以惊人的速度成长，并双双进入世界500强。稻盛和夫是迄今为止一手创办两个世界500强企业的经营之圣。2010年。日本航空向东京地方法院申请破产保护，在民主党鸠山政府的三顾茅庐下，同年2月1日，稻盛和夫以78岁的高龄出任日航的 CEO， 不到半年的时间内就让日航大幅扭亏为盈，并在年底创造了盈利1500亿日元的奇迹。是什么样非凡的大智慧，让稻盛和夫成为业内神话？他一生的成就又能为我们的企业带来怎样启发和思考？让叱咤商界70余年的稻盛和夫向您讲述至真至诚的经营真谛。
如果你想拥有幸福的、美好的、平和的人生，如果你想把你的企业经营得有声有色，如果你想让你公司的员工幸福快乐，那么你就忠实地实践这六项精进吧。六项精进是稻盛和夫经营哲学的精髓所在，他一生的成就离不开对六项精进的精彩解读和完美应用。2011年，中智信达、稻盛和夫北京公司、中信集团共同携手，将稻盛先生的智慧精华研发成为一系列产品。本套产品是目前国内唯一一套由稻盛先生本人讲解并揭秘其成功典范的产品。稻盛先生用自身的经历诠释了成功的哲学，为我们展示了一部经营与哲学并存、智慧与展望同在的成功启示录。著名学者季羡林、海尔集团董事长张瑞敏、知名企业家马云等都曾在公开场合盛赞过他的经营智慧。2011年，中国企业家最值得期待的经营盛典，永葆成功的六项精进，突破困境的经营12条，将为中国企业及企业家带来高智慧、大格局。第9条は、勇気を持ってことに当たるであります。副題は、卑怯な振る舞いがあってはならないであります。なぜ勇気が必要なのか。まずは物事を判断するときに必要になってくるからであります。私は企業経営にあたり、人間として何が正しいのかという原理原則に従い、判断をしていけば誤りはないだろうと考え、それをただひたすらに貫いてまいりました。ところが多くの経営者の方が原理原則で判断して結論を下さなければならないというときに、さまざまなしがらみが生じ、そのために判断を誤ることが往々にしてあるのであります。例えば、日本で工場用紙の買収をしようとするときなどに、地元の有力政治家の意向で横やりが入ったり、時には社内不祥事が発生したときなどに、それを察知した暴力団など反社会的な組織が接触してくるといったことがあります。そのようなときに原理原則から判断して、全企業経営にとって何が正しいのかということが第一義にならず、なるべく穏便に済ませ、無用な波風を立ててはならないということを判断の基準としてしまうことがままあります。経営者に真の勇気があるかないかということが問われてくるのでくるのはそのような局面であります。余震は原理原則で結論を下し、脅迫を受けるなど自分に災難が降りかかってくることがあろうとも、また人からいかなる誹謗中傷を受けようとも、すべて受け入れ、会社のために最も良かれかと思う判断を断固として下すことができる。それは経営者が真の勇気を持っているかいるからできることなのであります。こんなことをしたらヤクザから脅されはしないだろうか、経営者仲間からバカにされ、つまはじきにされるのではなかろうか、などという迷いによって正しい経営判断ができなくなってしまいます。そのために本来なら簡単に結論付けられるはずの問題が複雑怪奇な様相を呈し、解けなくなってしまうということがしばしば起こるのであります。それはその経営者に真の勇気がなかったために起こる問題であります。やはり原理原則に基づいて正しい判断を打たすためには勇気というものが不可欠であります。勇気のない人には正しい判断を期待できないのではないかと思います。また経営者に勇気がなく、怖がり、
逡巡している様というのはすぐに従業員に伝わってまいります。そしてそのような経営者の情けない姿を従業員が見ればたちまちに信頼を失ってしまうことでありましょう。またそのような経営者の不甲斐ない姿は企業内に伸びのように蔓延してしまいます。勇気のない経営者のもとで使える従業員も同様に重要な局面に立たされたときに妥協することを良しとし、時には卑怯な振る舞いに走ってしまうようになってしまうのであります。経営者に必要な勇気、それは胆力と言い換えることができるかと思います。私はかつて東洋の古典に通じたある日本の啓蒙思想家が知識、見識、胆識ということについて次のように述べられた文章を読んだことがあります。知識というのはさまざまな情報であり、それを理性で知っているということであります。しかし知識をたくさん知っているだけでは単なる物知りであり、それではあまり意味がありません。知識を見識にまで高めるべきなのであります。見識とは知識が信念にまで高まったものであり、自分がそれを信じているということであります。この見識があって初めて経営者ということができるのであります。例えばナンバー2の人間には見識は必要ないと言われております。知識さえあれば務まるのであります。ところが社長は判断をしなければならない。その時に見識、つまり信念を持っていなければ正しい判断を下すことはできないのであります。しかしさらに真の経営者を目指すならば、胆識を持ち合わせなければならないのであります。胆識とは、見識に胆力、つまり勇気が加わったものであります。いわば、魂のレベルで固く信じているために、何者も恐れないという状態であります。このような胆識というものが経営者に備わっていて、初めていかなる障害が現れようとも、正しい判断を下し、完全と目指す方向に経営の舵を取ることができるのであります。武作本が話でありますが、経営をしておりますと、地の小便が出るというほどの凄まじい局面にたびたび遭遇いたします。そのような時にこそ、真の勇気を経営者が持っているかどうかが問われてまいります。ぜひここにお集まりの皆さんは、胆識、つまり魂の奥底から発する勇気を持って正しい判断をして判断を下していただきたいと思っております。第10条は常に創造的な仕事をするということです。副題は今日よりは明日、明日よりは明後日と常に改良改善を絶え間なく続ける、そういう工夫を重ねるものであります。米国を代表するジャーナリストでピューリッツァー賞を受賞いたしましたデイビッド・ハルバースタムツ氏は、その自分自身の著書ネクストセンチュリーという本の中で一生を先まして私のことについて執筆をいたしております。その中で彼は冒頭に、次にやりたいことは私たちには決してできないと人から言われたものだという私の言葉を私を紹介するのに引用いたしております。実際に京セラはファインセラミクスという新しい素材にいち早く取り組み、従来は工業用材料となり得なかったファインセラミクスを工業用材料として確立させ、さらに何兆円という規模を持つ産業分野として成長せしめた、いわゆるパイオニア企業と言ってもいいかと思います。つまりファインセラミクスを持つ素晴らしい特性を生かして IC パッケージを開発し、勃興する半導体産業の成長を促したのをはじめ、人工骨などの生態用材料にもいち早く取り組み、現代のファインセラミクス分野の
まさに開拓者としての社会に貢献してきたのであります。このような独創的な企業経営ができた理由を多くの日本の方々は、京セラの技術開発力を京セラの技術開発が素晴らしかっただというふうに言っておられます。そして自分の会社を顧みて、自分の会社にはそのような技術は何もない、そのためにも発展しないのはやむを得ないと考えておられる方がたくさんおられます。そうではないと私は考えております。他社に傑出した技術力を最初から京セラが持っておったわけであります。そのような持っている企業など一つもないはずであります。独創的な仕事を来るわけ、今日よりは明日、明日よりは明後日と常に改良改善しているかどうかということで、独創的な経営ができるかどうかが決まってくると私は思っております。私はよく掃除を例にしてこのようなことを話しております。例えば掃除など一見工夫のしようがない雑事のように思われますが、今日同じような履き方をするのではなく、いや毎日同じような履き方をするのではなく、今日はこう履いてみたけれども明日はこうやってみよう、明後日にはこうしてみようと少しずつ能率が上がる方法はないかと考えてみる。365日、毎日少しずつ掃除のやり方を改善しようと努めると、さまざまな創意工夫が浮かんでくるはずであります。一日の工夫はわずかなものでありますが、改良改善が1年も積み重ねれば大きな変化を遂げていくはずであります。これは掃除だけではなく営業、製造、開発、すべての分野においても言えることであります。また世の大発明や大発見というものもそのような地味な努力の積み重ねでできているものであります。皆さんが経営する企業がどのような産業に属するにせよ、同じことを同じように毎日繰り返してはなりません。常に創造的な仕事をするということを企業方針として明確に謳い、率先垂範経営者がその範を示していけば、3年、5年後には必ずや素晴らしい技術開発ができる創造的な企業に生まれ変わっていくはずであります。京セラも今日ファインセラミックスにとどまらず、太陽電池や携帯電話、複写機など広範な技術領域にわたる多角的な経営を進めておりますが、もともとは私の専門だったセラミック技術という狭い領域の技術しか持っていなかった企業なのであります。つまり独創的な製品開発や創造的な経営などは最初からできるのではなく、そのようなことを皆さんが日々真剣に求め、創意工夫を絶え間ず続けておられるかどうかが鍵となってまいります。私はこの創造性ということに関して未来進行形で考えるということをよく話してまいりました。自分の現在の力をもってして将来何ができるのかということを考えるのではなく、今はとてもできそうにもないと思われる高い目標であっても未来のある一点で達成するということを決めてしまうのであります。そしてその一点に、未来の一点にターゲットを絞り、現在の自分の能力をその目標に見合うまでに高める努力を日々間断なく続けていくのであります。現在の自分の能力をもってしてできるできないと判断しては新しいことはできません。今はできないものを何としてもやり遂げたいという強い思いからしか輝かしい未来は決して開けないと私は思っております。第11条は思いやりの心で誠実にであり、副題は飽きないには相手がある、相手を含めてハッピーであること、みんなが喜ぶことであります。この思いやりとは利他の心と言い換えることができます。つまり自分の利益だけを考えるのではなく、自己犠牲を払ってでも相手に尽くそうという
美しい頃のことであります。私はビジネスの世界においてもこの頃が一番大切であると考えております。しかし思いやりや利他など弱肉強食のビジネスの世界では実現は難しいと考える方も多くいらっしゃることでありましょう。そのためにここで思いやりの心が経営の世界でも大切であり、情けは人のためならずというように、その恩恵は巡り巡って自分にも返ってくることを私が体験した一つの例を通して示してみたいと思います。京セラの米国の子会社で ABX という電子部品の会社がありますが、今から20年ほど前のことですが、私はこの ABX 社がコンデンサーの世界的なメーカーであることから、京セラが総合電子部品メーカーになるために必要だと判断し、当時の ABX 社の会長に買収を申し入れたのであります。先方の会長も快く受諾をしてくれて、買収にあたって株式股換という手法を取ることにいたしました。つまり当時ニューヨーク証券取引所で20ドル前後であった ABX 社の株式を5割増しの